大魔法峠は、大和田秀樹による日本のギャグ漫画、エース桃組、月刊少年エースで短期連載された。続編に、超、大魔法峠、超、超、大魔法峠、超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 大魔法峠がある。2006年に、邪道魔法少女シリーズの3作目として、OVA 化された。作品名は、中里海山の長編時代小説である。 大菩薩峠に由来する。キャッチコピーは、マジカルチケムリコミック。可愛らしい魔法少女の外見を持つ田中プに、絵のどす黒い内面や血まみれの手のギャップを楽しむ、ギャグ漫画。魔法の国のプリンセスであるプに、絵が修行のために、地上の高校に転入し、様々な騒動を巻き起こす。聖魔法王国の衣装や街並みは、少女漫画風の愛らしい設定だが、 その実態は力によって打ち立てられ、圧政を敷く、先制を憲んである。田中一族は、魔法力より、肉弾戦闘や剣謀術数で性敵を排除しており、知性の手段も、恐怖政治である。プニエも、魔法より、肉体言語を駆使して、敵と戦い、冷酷な心で他者を支配する。声は、メディアミックス作品における、担当声優。1話15分で、 DVD 各巻に2話ずつ収録されている。原作の大和田の強烈なギャグに、水島勤による毒のある演出が加わって、さらに強烈な内容となっている。また、原作以上にパロディネタが豊富にある。先行放送として第一、2話が2006年3月18日のアニメ TV で放送された。また2006年3月20日から3月27日まで。 ビッグローブストリームにてネット配信。第3、4話は2006年6月17日のアニメート TV2006 年6月19日から6月26日までビッグローブストリームにてネット配信。第5、6話は2006年10月14日のアニメート TV2006 年10月16日から10月23日までビッグローブストリームにてネット配信。 ありがとうございます。